さあ今ここで14番松藤翔也スタート直後にクラッシュ、クラッシュパッドが飛んでおります。さあ悔しい松藤は今なんとか意地でコースに戻っていきます。ホームストレートを駆け抜けて今スタートラインを通過いたしました。さあホールショットを取っていたのはゼッケン15番をつけます狭間翔太、そしてその後ろ浜田大輝、そして上田龍太、3台がバックに立っている。4番手にはゼッケン33番でしょうか、ゼッケン33番の岡本圭介が上がっています。そしてバックストレートではゼッケン10番の田村もスピン。さあオープニングラップ4コーナーでもマシンがクラッシュしているか、4コーナーでもマシンがクラッシュ、オープニングラップから激しいつまぜり合い、サバイバルレース、そして2コーナーでトップが入れ替わる、浜田大輝が立ってくるのか、いや、ここは狭間だ、しかし浜田は加速が鈍った分、ここで上田龍太が前に立っていきます、上田龍太がポジションを上げて2番手、狭間を追いかけていく。その2コーナーではイエローが先ほど提示されておりました、狭間、上田、そして浜田大輝、この3台、4番手にはゼッケン4番の三沢拓磨が上がっております。さらにその後ろゼッケン13番の伊藤黎明も上がってきましたが、伊藤黎明5番手です。伊藤黎明の後ろに岡本、加藤隆生、そしてゼッケン7番の塩津と続いていきます。さあその塩津の後ろ、ゼッケン22番の浜田俊也の後ろで塚田俊夫というトップ10、ライフルートも11番手。さあそんな中、さあここでレースは3周目、早くも、トップ争い、上田龍太が動きを見せてきます。2コーナーで一瞬前に立ちましたが、3コーナー上田のインサイド、狭間が再びこじ開けました。さらにそれに続いていこうと浜田大輝も上田のインサイドを狙っていきまして、再び狭間、浜田、上田というこのトップ3、さらにその戦いに加わっていこうと三沢、そして伊藤黎明も近づいていこうとしています。先頭集団が3台から5台のパックに膨れ上がっていこうかとしています。三沢、伊藤も加わっているのがこのトップ争い、さらにそこにも加わっていきたい岡本、加藤、そして塩津のこの3台も後ろから少し単独を狙っていきます。現在レースは4周目、この4周目少し狭間が後ろを引き離し始めたか、ここで47秒543という狭間のラップタイムに対しまして、2番手は浜田の上田がバトルをしている影響でタイムギャップが少し開きます。1秒ほどでしょうか、1秒ほどの間隔となっています。さあこれで上田を先頭としました。2番手争いが4台とのパック、上田、浜田、そして三沢、伊藤黎明もこれでパックに加わりました。少し楽になったのは狭間でしょうか。さあここは狭間一気にスタートをかけていく時間帯なのか、47秒184、そして上田龍太が7秒156、浜田大輝はコンマ5秒ほど遅れての7秒661。しかしそんな中、最も速いペースタイムを出しているのはなんと伊藤黎明です。5番手、ポジションにいます伊藤黎明が46秒台に入っています。ラップタイム46秒台の伊藤黎明が、さあ前を行きます三沢、浜田、さらには上田龍太を飲み込んでいこうと、5番手から虎視眈々と狙っていけるか。唯一の46秒台のラップタイム、後ろが離れました。黎明の後ろ、岡本健介は離れております。さあ前だけを集中しながら、トップ狭間、2番手上田が追いかけていきます。さあこれで上田龍太も46秒台、さらには狭間、浜田も46秒台と、上位陣が46秒台にベストラップを入れてきました。それでも伊藤黎明はさらに46秒675とパーセスト、自身が早くしたこのパーセストを塗り替えていきます。まだまだペースを上げていこうという伊藤黎明、5番手に立っている伊藤がファーストテストを連発で三沢を追いかけていきます。さあその三沢、たまらず6コーナーでここで1台挟もうかと言わんばかりに浜田大輝をパス、浜田をパスいたしました。さあこれで少しオーダーが入れ替わります。狭間、上田、そして3番手に三沢、浜田が4番手、伊藤が5番手というこのオーダー、トップ争いが最終コーナーを立ち上がります。さあそれにしましても上田龍太と負けず劣らずのペースで狭間翔太がラップリーダートップキープになっています。
現在レースは折り返しをまだもう少しで迎えてくる7周目、現在レースは7周目、この前のラップでは少し上田竜太がまたこのラップタイムを上回りましたが、上位3台は自己ベストを塗り替えます。狭間が6秒8、上田は6秒6、そして三沢が6秒7、まあ、その中で見ると濱田大輝が少しこの時間帯はペースが上がってきていませんか。後ろ伊藤が近づいてこようとしています。4番手争い、さらには先行されました三沢との間隔も少し広がりました。濱田1コーナーで熱い声援を送るシングブルートのパドック、そこの前からは大きな大きな力を得ているでしょう濱田。しかしその濱田、4コーナーでついに伊藤にかわされました。伊藤黎明、これで4番手にジャンプアップ、ポジションアップ。さあトップ3台ですが、みるみるとトップ狭間、2番手上田との間隔が詰まってきます。先ほどまではコンマ8秒ほど間隔があったようにも見えたんですが、現在このタイミングではコンマ3秒からさらにこのラップに帰ってきまして、変わらずコンマ3秒のままか。さあそれでも上田竜太が少しずつ近づいてきました。ちょうどレースを折り返しを迎えて中盤から後半へと向かっていこうというところ、いよいよ上田竜太が今を抜き始めたか。さあ一瞬4コーナーで動きを見せていこうとしました上田。あとレース半分、狭間はこらえきれるか。そしてその後ろから虎視眈々と狙っています三沢拓磨。日本一のタイトルに向けて前2台のバトルを様子を見ながら、チャンスがあればと行くぞと言わんばかり。さあその8コーナー、8コーナーで若干狭間がミスをしたか。狭間がミスをしたその隙をついて上田竜太一瞬入りかけましたが、ここは入るスペースはありません。ちょっともつれた感じの8コーナー。ここは上田は前に出ることができませんでしたが、再びまた近づいてチャンスを狙っていきます。その間に三沢の後ろ、伊藤とそして濱田大輝も近づきました。トップタイはこのままトレイン状態。さらに6番手ですが、加藤隆成が単独走行になっています。加藤隆成6番手単独走行、そしてその後ろにはゼッケン7番の塩津雄介、その塩津の後ろには塚田修美も上がっています。塚田修美は現在8番手です。修美が8番手単独走行、その修美の後ろは3台バック、岡本、浜中、そして新川というこの3台バックです。レースはこれで10周を紹介いたしました。残り周回数はあと5周です。残りはあと5周。そしてここでトップ、おっと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 、トップが4コーナー、4コーナーのこのバトル、やはり一瞬の隙をついて三沢が前に立った。そして上田が入る、上田が入って狭間もこじ開け、どうした、三沢が飛んでしまった。まずは1台三沢が脱落。これでトップは上田、2番手狭間、3番手伊藤、4番手濱田。6コーナー、なんとフリップから立ち上がりでのスリーワイド。これはたまらず、行き場を失った三沢がつき、そして4コーナー立ち上がりでの1台マシンが縁石に乗り上げています。4コーナー立ち上がり、今トップが向かっていこうという、4コーナー立ち上がり、縁石にマシンが乗り上げた。さあ、あれ、その間に上田竜太が落とした。加藤隆成が入ってきた。さあそして濱田大輝まで回ってしまった。6コーナー立ち上がりで濱田が足元を救われた。そしてトップは伊藤です。伊藤黎明がなんと大逆転の現在ラップリーダー。伊藤、狭間、加藤隆成が3番手、上田竜太は4番手、塩津、塚田修美が6番手、岡本、新川、そして三沢が9番手。なんというこのレース終盤なんでしょうか。まず
ずは伊藤がバックストレート、そしてその後ろ4点15番の狭間翔太、そしておっとっとっと6コーナー止まりきれない上田竜太、加藤龍勢を弾き飛ばすような形で6コーナー止まりきれませんでした。この間にゼッケン7番の塩津が前に立っていきます。塩津がこれで3番手ということになりますか。4番手に上田、5番手加藤、そしてその後ろ塚田修美も6番手、さあ塩津も近づいてきます。流星の後ろが背中が近づいてくる。残り周回数あと2周、残りはあと2周、そして2コーナー先でも狭間が回っている。2コーナー先、なんと狭間翔太が救われた。狭間がスピン、伊藤黎明単独トップ、単独伊藤黎明、そして2番手は塩津、2番手塩津、3番手上田、4番手加藤、5番手に塚田修美、狭間翔太はその後ろ。今これで最終コーナーを立ち上がって、伊藤黎明を先頭にラップリーダーにファイナルラップへと入っていきます。9番手スタートティーム長尾、伊藤黎明がこの波乱のレース単独走行でトップファイナルラップに入っていきました。そして2番手以降は集団です。塩津を先頭に上田、加藤、塚田修美、この塚田まで入れた4台での2番手パック、2番手 集団トップ伊藤が今7コーナー、そして8コーナー、伊藤黎明が今シーズンこの2011年全国大会真っ先にトップチェッカーをくぐり抜けていった。そして2番手争い、2番手は上田竜太、意地を見せつけての上田竜太。